3日目8レース2次予選、1着で勝ち上がりました福島88期の成田和也選手です。よろしくお願いします。本日は新山選手、渡辺選手の3番手ということになりましたけども、作戦はどういった作戦だったでしょうか？いや、もう新作編成するし、はい、もう任せてました。でも基本的には本当にお任せで聞くっていう感じですかね？そうですね、なんか多分判断して走るんだと思います。じゃあ突っ張るかどうかというのは別に特に前もって聞いてたわけではないっていう。理想を突っ張ればっていうのはあったと思うんですけど、 あとはまあ流れてっていう。なるほど。最終、バックスギですね、渡辺選手が、窓場選手をブロックしたところ、まあ、前が空いて踏んだと思いますけども、踏んだ感覚的にはどうでしょうか？そうですね、まあ、詰めるような感じになったので、はい、なんかうまく詰められたかなと思います。1走目と続いて、連勝という形になりましたけども、やっぱり地元で、まあ、特に G1 ってなるとまた特別な思いっていうのはありますかね？いや、たまたまですね、はい、そんな1着1着で上がれると思ってきてないですね、はい、ご自身の腰痛はあったと思うんですけど、その辺は最近の方はどうですかね？はい、だいぶ良くなってきました。昨日が休みで、また明日も休みになると思うんですけども、その休みの間っていうのはどういったことを重点的にやるとかありますでしょうか？いや、特に、はい、みんなとリラックスして、次の日に備える感じです。もうゆっくりするっていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。では、準決勝に向けて、最後意気込みをよろしくお願いいたします。はい、準決勝も精一杯頑張ります。お願いします。